横浜、海岸通。手前が川崎の作品の一つ、昭和ビル。解体されたキッコーマンビルの先の横浜海洋会館、横浜貿易協会ビルとともに、海岸通から大桟橋にかけての都市景観を形作ったと見られている川崎鉄道は日本の建築家。大正末期から昭和初期にかけて横浜に、 モダニズム建築を残した。横浜で活躍した時期は長くなかったが、確認されているだけで7棟の建築に携わり、現在でも3棟のビルが残る。少年は明らかになっておらず、出身地は石川県と推測されている。1912年に東京高等工業学校建築家卒業。台湾など日本国外での勤務の後、 1919年から1924年にかけて福井県庁に勤務。1925年に本庁公務所を開設、若尾ビルの建築にあたった。これは若尾育太郎商店の建築部のような位置づけであった。若尾育太郎は公衆財閥の木糸商人で初代交府市長である若尾一平の大追いにあたる。その後、館内地区を中心に、 確認されているだけで、若尾ビルを含め7棟のビルを設計した。没年は、東京高等工業学校の同期卒業生の随筆内容から1932年と推測される。このほかキッコーマンビルとジャパンエキスプレスビルの間にある横浜貿易協会ビルの施行管理に携わり、横浜海洋会館にも携わった可能性があると推定されている。 ありがとうございます。